ちは。インターン生の柿本あぐると申します。突然ですが、皆様アニメをご覧になられたことはありますでしょうか？おそらくほとんどの人が一度はアニメを見たことがあると思います。そこでこの記事ではアニメにて活躍する声優水瀬いのりさんについてご紹介、また、彼女の魅力を書いていきたいと思います。よかったら最後までご覧になってください。今回は声優水瀬いのりさんについて、僭越ながらファン歴5年目の私がご紹介させていただきたいと思います。まずはプロフィールからの紹介です。名前は水瀬いのり。生年月日は1995年12月2日生まれ。血液型は B 型。出身地は東京都です。所属事務所は株式会社アクセルワン。レコードレーベルはキングアミューズメントクリエイティブになります。愛称はいのり、いのすけ、いのぺなどと呼ばれ、本人曰くファンにいのすけと呼ばれることは嫌いなようです。公式ファンクラブはいのり町と呼ばれるもので、水瀬いのりさんを町長、ファンクラブ会員を町民とした設定になっております。私ももちろん町民の一人です。続いて主な活動遍歴についてご紹介させていただきたいと思います。2010年にはですね、株式会社ソニーミュージックアーティストが主催した、オーディションアニストテレスにて見事グランプリを受賞し、世紀末オカルト学院岡本あかり役にて声優デビューを果たしました。2013年には、NHK テレビ小説、連続テレビ小説アマチャンにて成田里奈役で出演しました。上から読んでも成田里奈、下から読んでも成田里奈というセリフが印象的で、中には黒歴史だという人もいますが、素晴らしい白歴史だと私は思います。2014年にはアニメご注文はうさぎですかにて血の役で出演しました。アニメのヒットとともに声優としての人気も博し、一躍声優の仲間入り、人気声優の仲間入りを果たしました。2015年にはキングレコード株式会社よりシングル夢のつぼみをリリースし、ソロ歌手としてデビューを果たしました。2016年にはアニメリゼロから始める異世界生活にてレム役で出演し、これをきっかけにさらに人気を増すことになりました。またこの年には数々の賞を受賞し、改めて水瀬いのりさんの凄さを感じた年になったと思います。ちなみにラジオ番組水瀬いのりメロディーフラッグ同年に開始されました。2017年にはファーストアルバムイノセントフラワーをリリースし、自身の誕生日でもある12月2日に東京国際フォーラムにてファーストライブ水瀬いのりファーストライブレディーステディー GO を開催しました。2018年にはファーストライブツアーいのり水瀬ライブツアー2018ブルーコンパスを開催しました。続いて2019年にはセカンドライブツアー祈り水瀬ライブツアー2019キャッチザレインボーを開催し、ツアー最終日には自身初の日本武道館公演となり、わずか2日間で約1万8000人を動員しました。そして今年2020年には、サードライブツアー祈り水瀬ライブツアー2020、We Are Now が行われる予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、すべての公演が中止されてしまいました。非常に仕方がないことなのですが、やはり数日間は立ち直れなかったです。はい、最後に、代表作品、キャラクターについて簡単に、ご紹介をさせていただきたいと思います。まず一つ目がですね、先ほどにも出てきました、リ・ゼロから始める異世界生活。レム役です。私的にはですね、水瀬いのりさんの一番の代表作といえばこれだと思います。とあるシーンでは感動のあまり次の日目がパンパンになってしまいました。私の中では強くて可愛いレムは、水瀬いのりさんが演じたキャラランキングで不動の1位です。続いて2つ目がですね、ご注文はうさぎですかの知能役です。これも先ほどに出てきましたが、リゼロと同じく、リゼロですね、リゼロから始める世界生活と同じくトップクラスの人気を誇る作品となっておりまして、
チノというキャラもレムと同じぐらい人気があります。このアニメをですね、見ていたら心がぴょんぴょんするので、大事な日には見るのを避けてください。続きまして、3つ目ですね。男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか。ヘスティア役です。こちらもですね、リゼロ、ご中佐と同様に人気作品となりまして、ヘスティアさん人気も非常に高い、作品、キャラクターとなっております。主人公が大好きすぎる役なので、見ていてとても主人公の声優さんが羨ましい気持ちになります。この辺、すいません。この他にもですね、5等分の花嫁、中野いつき役、心が叫びたがってるんだ、成瀬淳役、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、牧野原祥子役、戦記絶唱シンフォギア GX、キャロル・マールス・ディーンハイム役、ビビッド・ストライク・フーカ・レベントン役、政宗くんのリベンジ、小岩井佳乃役などがあります。いかがでしたか？これで以上になってしまうんですけど、今回は簡単なご紹介しかできませんでしたが、少しでも声優、水瀬いのりさんについて知っていただけたら嬉しいと思います。次回からはですね、この、彼女の魅力について記事に書かせていただきたいと思いますので、ぜひご覧になってください。この動画が気に入ったら、チャンネル登録といいねをお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。